戦乱かだ。みんなを守ります。シングルスプラッシュストーリーモード、エピソードを選びましょう。おい、あれを見ろ。あ、虹の橋が完全に壊れてしまっています。え、それじゃあ帰る方法がなくなっちゃったの？ごめんなさい、虹の橋を壊してしまったのは私です。ついはしゃいでしまって。ううん、リョウキさん気にしないでください。やっちゃったことは仕方ないですよ。そうだな、橋がダメならまた別の方法を考えればいいだけのことだ。リョウキさんたち姉妹がまた揃ったんです。そっちの方を喜ばないと。優しさにあふれた言葉ありがとうございます。それじゃあ優しさついでにもう一つ甘えさせてもらっちゃおうかな。うんうん、もちろんだよ。甘えて甘えて、ワンワンワン。みんな、ごめんね。お姉ちゃんのわがままを聞いてもいい？ああ、構わんさ。橋が壊れてしまった以上、慌てても仕方がないしな。で、リョウキ、何をするんだ？こんなのを見つけたの。それは、ウォーターガン。これで遊んだらきっと楽しいわよ。それ。私たちはそれを散々やってきたのだが、まあいいか。リョウキがそれをしたいというのなら付き合おう。さあ、始めようか。行きましょう。5、4、3、2、1、レッツスプラッシュ。えいえい。ああ、やるな、リョウキ。リョウキお姉ちゃんが生き返った。何？一緒に遊べるなんて夢みたい。こんなことをしている場合じゃないけど、まあいいか。リョウナがすごく楽しそうだし。そうですね、お姉ちゃんと遊べるっていいことだと思います。ごめんね、みんな。もう少しだけ付き合ってくれる？リョウビ、気にするな。今は思う存分リョウキと遊べ。ありがとう。っ頼む。だっだっだっ、いいぞ、ソウル。
ごめんね、みんな。私たちのわがままに付き合わせてしまって。ううん、気にしないでいいよ。蛇女のみんなすごく楽しそうだったし。お姉ちゃん、体がスケスケになってるよ。やっぱりそんなに長くはみんなと一緒にいられない気はしてたの。そんな、せっかく会えたのにまたお別れなの？そうね。でも大丈夫、みんなとはまたすぐに会えるわ。なんとなくだけどわかるの。本当に？ええ、お姉ちゃんまた必ず戻ってくるから、それまで元気でいてね。うん、リオナちゃんいい子で待ってる。いくらでも待ってる。ハウチプレイは得意だもん。それと皆さん、ここから帰る方法なのですが。それはまたこっちで何とかするさ。お前は気にしなくてもいい。実はさっき感じたのです。今からここにまた別の人たちがやってきます。何？その人たちに聞けばここから帰る方法がわかるかもしれません。そうか、わかった。それでは皆さん、またしばらくのお別れです。バイバイ、お姉ちゃん。本当にまた会えるんだよね。お姉ちゃんの言葉よ、信じなさい。うん。しかし気になるな、別の人がやってくるか。一体誰なのだ。ここからもう一歩先を目指すぞ。エアンデイ、あの子は一体どこにいるってんだ。焦ることはないっす。あの子の気配は感じるっすよ。ねえ、なんか島の周りに結界が張られたんだけど。そいつはまずいな。あの子と会えたとしてもここから出られなくなっちゃ意味ねえし。ここに来た時の虹は壊れてしまったし、絶対絶命って感じっす。そう？虹を復活させるなんて簡単だけど。それって本当っすか？そんなのこの島に来た時に分かったわよ。だったら教えてほしいっす。あのね、人に答えばっかり聞かないで、たまには自分の頭で考えてみたら。まあそうっすね、たまには自分で考えてみるっす。虹を復活させる方法、それは、そのちょっと待て、カフル、どういうつもりだ。花火に余計なこと考えさせるな。うん、ごめん、なんか花火が見たくなって。やっぱり暑い季節には花火でしょ。虹を復活、どうすればどうドッカーン。どれにするっすか？選ぶっす。
しゃ、行くぜ。いざ尋常に勝負。4、3、2、1、 Here we go。 なんなんすか、いきなり変な連中が攻撃してきたっす。攻撃ってこれ水鉄砲じゃない。どうやらここで何かの大会が開かれてるみたいだな。いいね、こういう祭りみたいな雰囲気ワクワクしてくるぜ。なんかよくわかんないけど楽しんじゃおうぜ。まあいいけど、水鉄砲は好きだし普段と変わらないし。うわー、花火が水でしけるっす。いいんじゃない、無駄に爆発しなくなって。もっともっと巻きで。盛り上がってきたわ。シャー、出番だ。よほてった体は水鉄砲ぐらいじゃ冷えねえぜ。宴はまだまだ終わらねえ。あっ、何？なんかすごい爆発の音がしたけど。あら、久しぶり。忍びの卵たちじゃない。あれ、あなたたちは。おお、神楽千年祭以来だな。あの時はお世話になったっす。うんうん、お世話になったのはこっちの方だよ。涼気が言っていた別の人が来るとは、お前たちのことだったのか。おい、のんきに話をしてる場合か。なんかあちこちで火が燃えているぞ。火を消さないと。うおー、火事と喧嘩は祭りの花だ。燃えてくるぜ。おい、燃えてくるも何も、あの火はお前たちがつけたんじゃないのか。火はつけてないわ、花火を爆発させただけよ。その通りっす。ドヤ顔で言うことか。三神楽三姉妹、お前たちに聞きたいことがある。この島から脱出する方法を知らないか。
知ってるわよ。何？ずいぶんあっさりと言ったな。虹の橋を渡って出ればいいのよ。簡単じゃない。はあ、何よその心底落胆したようなため息は。お前気づかなかったのか。虹の橋はさっき壊れてしまったんだ。バカね、あなた。なんだと？私をバカと呼んでいいのはアスカだけだ。うん、私をバカと呼んでいいのもホムラちゃんだけだよ。仲がいいのもほどほどにしろ。話が先に進まん。橋が壊れたら直せばいい、そういうことでしょ。はい、論破。いや、まあそれはそうだが。まさかカフルさん、あなたは橋を直す方法を知っているのですか？もちろん。本当か？で、その方法は？落ち着きなさいって。その前にまずは火を消さないと。任せて。どれにするの？どれにするの？さあ、火は消したぞ。虹の橋を直す方法を教えてもらおうか。じゃあまず聞くけど、真の封印や島の結界をメインはどうやって作ったわけ？それは PBS だな。そういうこと。この島で生まれたものは
全て PBS を動力源にしているのよ。つまり虹の橋を元に戻したいなら、またみんなで激しく打ち合えばいいのか。うん、そういうことだよ。嘘でしょ。いた、やっと見つけた。本当に生きてたんだね。会えた、やっとまた会えた。よかった、よかったっす。なんか感動して頭の中がちょっと。これって、うう、花火待て、それはダメだ。どわあ、お前ら、神楽に何をする。ま、当然じゃないかしら。カグラ、大丈夫か。うん、あのぐらいの爆発、なんでもないよ。いや、その、本当にすまないっす。再会の感動を花火で表現してみたってことにして、勘弁してほしいっす。まったく、カグラに何かあったら許さんところだったぞ。ナラクちゃん、いいからいいから。それよりも、今は早くこの島から逃げないと。ねえ、あなた、私たちのこと覚えてる？もちろん。神社でかくれんぼして一緒に遊んだよね。うん、それで私たちは友達になって、あなたは私たちと村を妖魔から守ってくれた。そうだったね。お礼とか言いたいことはたくさんあるけど、まずは名前を教えてくれよ。名前なら言ったよ。私の声届かなかった？やっぱり神楽千年祭の時に聞こえたあの声っすか。私に会いたかったら神楽になって、妖魔を倒す神楽になって、そうしたらもう一度会えるから、だったよね。そう、その言葉の中に私の名前はあるよ。え、ってことはヨーマちゃんって名前なんすか？おい、そんなわけあるか。私の名前はカグラだよ。改めてよろしくね。カグラ？忍びの最高称号のカグラと何か関係があるのかな。さあ、話はあとあと。また虹の橋を作るために思いっきり打ち合おうよ。ああ、賛成だね。尋常に勝負。5、4、3、2、1、 Here we go。 カグラ、あの三姉妹は何者なんだ。昔ね、ナラクちゃんの目をこっそり盗んで遊んでた子たちなの。なんだって。そういうことをされると困るのよ。カグラをどんな時でも守り続ける、それが私の使命なのだから。困るっすよ。またまた、もうそういうのはなしになったじゃない。あ、そうか、そうだったな、ごめん。もう
ていろ。やった、虹の足、これで復活するかな。動きだったっすよ、ヨーマちゃん。だからヨーマではない。お前は本物のアホか。さっきちゃんと名前を教えただろ。彼女の名前はカグラだ。カグラ、わかったか。カグラ、ああ、なるほど、そっちだったっすね。早とちりだったっす。考えてみればおかしすぎるっす、ヨーマなんて名前。ごめんね、こんなバカだけど悪い子じゃないから勘弁してやって。こっちくしょうめ、泣けてくる。どうしたの。そんなの決まってんだろ、カグラちゃんとやっと会えたんだからよ。これが泣かずにいられるかってんだ。カグラちゃんを探して野を越え山を越え、いろんなところを歩き回ったっす。ねえカグラ、村を守ってくれたお礼をさせて。そうっす、お礼っす。何でも言ってくださいっす。何でも言うこと聞くっす。だったらかくれんぼしよう、またあの神社で。オッケー、もちろんだ。何日でもぶっ通して隠れてやるぜ。おお、いいっすね。よかないでしょ、バカなの。今はそれどころじゃないし。でもここから出たら思い切り遊ぼう。かくれんぼだけじゃなく、いろんなことしてね、カグラ。うん。やったっす。
それが欲しい。早く戻ろう。いらっしゃい。おめがたく、また来てくれるよな。待ってたっす。これがいいんすか。いつもありがとうっすよ。またあんたなの。これが欲しい。そろそろ帰る頃だと思ったわ。また来てくれたんですね。これにしますか。
っしゃいませ。また来てくれたんですね。これにしますか。この声が届いていますか。資料をご覧になる花札のようなものでしょうか。花札のようなものでしょうか。くらえんや。思い出がよ